はい、本日はですね、こちらスーツに似合うダウンジャケットはどれだというところでね、今回スーツを着させていただいておりますということなんですが、珍しくね、スーツ着てるんですけど、僕の視聴者さんってやっぱ40代、30代、40代の方が非常に多いんですよ。ってことはおそらく普段はスーツ着てあるじゃないですか。で、私服の時はもちろんダウン着ると思うんですけど、私服用のダウンに10万とかってちょっと高いじゃないですか。やったら私服でも着れるし、で、仕事場の平日のスーツでも着れるって、それが一番いいんじゃないかなっていうことで、今回はスーツに似合うダウンジャケットっていうのをやりたいなと思います。近々スーツに似合わないダウンジャケットでもやりますけど、まあ、今回はね似合うんじゃないかなということで、こういった いかにも普通のスーツですよね。だいたい社会人の方ってこんな感じのスーツでこんな柄のやつ着て、でこうやってねピアスつけてる方がほとんどだと思いますので、まあ、荷物はこんな感じでね、持ってはるのが普段でしょう。で、冬になったらダウン着るんですけども、今回は一応似合いそうやなと思うダウンジャケット 1,2,3,4,5,6,7 点ありますので、見ていただいて、あ、これちょっと微妙やなと思ったらね、排除していただいたりすればいいかなと思いますので、僕は今着る前にはこれ似合うんちゃうかなと思って一応用意したんですけど、まずはですね、こちらアークテリクスのサーミーパーカーというダウンジャケットから着たいなと思います。はい、ということでいかがでしょうか。ちょっと僕もね、一回も人生サラリーマンやったことないけども、ちょっとサラリーマンっぽい感じ出てるんじゃないでしょうか。まあこんな感じでね、ちょっと出張行ったりとかもできますし、あとね、まあポケットとかもこの辺にあるのでね、定期入れたりとかっていうのも普段使いも全然しやすいんじゃないかなということで、とにかくデザインがシンプルなんで使いやすいかなと思ってこれを今回チョイスしてみました。値段が確か9万円ぐらいするタイプなんで、アークテリクスの中では比較的高い方にはなってるんですけども、こういきなり雨とか降ってきてもね、あのスーツやっぱ濡れちゃうと高いんですよね。とにかくクリーニング代とかも高いから、これしっかりゴアテックスですし、あとまあ着丈も長いのでね、スーツのこのジャケットがこうやって見えてくるとダサいと思うんで、しっかりこういうところの考えられてね作られておりますので、まずこれが一つ目のサーミパーカーですね。アークテリクスのサーミパーカー。そして次のダウンジャケットがですね、ノースフェイスからいきたいなと思います。ノースフェイスの中でも今回選んだ理由としては、比較的着丈がちょっと長めになってるっていうのと、あとは単色であるっていうところで、まあ一番合わせやすいんじゃないかなと思ってね、ノースフェイスからこれ唯一1点だけピックアップしてみました。一回まず着てみましょう。ズボンということでこんな感じ、どうでしょうか。なんかちょっとこれ課長みたいになってますね。いや、ちょっとスーツにやっぱ合わないですね。これ合うかなと思って一応用意してみたけども、やっぱノースフェイスはちょっとスーツとはちょっと相性が悪いんかもしれないんですけどもね、こんな感じですね。やっぱもうなんか仕事できひん係長みたいになってますけどもね、こんな感じっていうのがこれノースフェイスですね。ちょっとやっぱりスーツのジャケットも出てますしね、多少出てる。で、僕このスーツのジャケット自体は着丈結構短めに作ってるんですよ。僕の体型的に短い方が似合いやすいんで、グッて短めに作ってても、それでもね裾から出てるって考えると、普通の既製品のジャケットやったら間違いなく結構出てくると思うので、ちょっとこれ意外となしでしたね。ありかなと思って用意したけどもなしやなっていうのでね、ビジネスバッグを持つ必要もなかったっていうようなダウンジャケットなんですけども、次がですね、こちら有名ダウンジャケットですね、デサントの水沢ダウン。こちらマウンテニアっていうモデルなんですけども、これも一応スーツで合うんちゃうかなと思って用意したんですけども、まあ、着丈がちょっと心配ですよね。一回着てみたいなと思います。はい、といかがでしょう。あ、さっきよりちょっとマシですね。さっきのノーセンスよりはやっぱり細身に作られてるから、シュッとね着れるっていうところでマシかなと思います。僕普段これ T シャツだけで着れるようなサイズ感で、ちょっと細めやからどうかなと思ったんやけども、意外とこのスーツとの相性は良さそうな感じしますよね。で、しかもこのダウンジャケット10万円するんですよ。11万するんやけども、普段のスーツ用として着た時に、あの人水沢ダウン着てはるわと、あのダウンジャケット高いダウンジャケット持ってね、こうやって毎朝通勤してはるわってなったら、それはそれでおかっこええやんってなってくるし、これをさらにまた土日のデートとかでも着れたりするっていうところで、そう考えるとほぼ毎日使えると思うんですよ。って考えたら、僕よく言ってるんですけど、実質もう無料ですよね。ほぼタダみたいなもんなんで、毎日こう逆算していって10万円を割っていくと、1000日ぐらい着ちゃったらもうほぼほぼタダで着れるようなもんなんで、僕がサラリーマンとかやったら水沢ダウンは結構候補に入ってくる。水沢と今のところで言ったらサーミバーガー、さっきのアークテリクスのやつはね結構いいかなと思うんですけども、そんな感じになってますね。で、次がですね、ちょっとこれは一流企業向けになっちゃうかもしれないんですけど、一流企業とかで働いてはる方とかやったら、ちょっとドレッシーな感じも必要になってきたり、高級志向になってくると思うので、こちらのタトラスですね、タトラスのダウンジャケットになっております。まあこれはね、普段使いは全然できないんですよ。毎日これ着てスーツ着て行くっていうのは絶対無理なんですよ。っていうのも摩耗したりとか、あの劣化したりするから無理なんだけども、大事な商談の時とかで、相手先に行かなあかん時とかで、あ、どうも失礼しますって言ったら、ここにちらっとねタトラスが見えて、あの人タトラス着てはるわってなるかもしれないんですけども、まあそういうたまにの勝負服みたいなダウンジャケットなんですけどね、そういう着方ができるっていうのがこのタトラスになっております。僕の視聴者さんね、ほんまに一流企業で働いてる方も結構いらっしゃるんですよ。だからね、そういう方に限って言葉遣いめちゃくちゃ綺麗やし、めっちゃ丁寧な方多いんですけどもね、そういった方見ていただいてるんですけども、そういう方にはあの勝負の時のプレゼンとか、そういった時に受付 の相手の会社のね、受付のお姉ちゃん可愛い時とかね、こういうの着ていくっていうのも一つありかなと思うんですけども、これがタトラスですね。そして次
次がですねモンクレールでございます。このモンクレールは、まあ、同じく高級ブランドになってるんですけども、うわーこれも完全あれですね、あの不動産ですね、ちょっと成金の不動産みたいな、めっちゃ営業の成績出す不動産、あどうもお久しぶりですなんて言ったりしたら、ここにモンクレールのマークが出てね、うわこいつやらしいなと、めちゃくちゃ手数料ぼったくられそうやなっていう印象あるかもしれない。逆にこれはちょっとスーツの時は微妙かもしれないです。あどうもお世話になってますなんて言ってこれ近づいてきたら、こいつ大体怪しいやつなんで、こういうやつから皆さん逃げてくださいね。あのこんなやつからはあの買い物とかしちゃダメですから、気をつけてくださいっていうのがモンクレールになっております。ちょっとやらしさが出ますね。あのこれでこんな見てください。これでねこんなカバン持っててね、靴とんがった靴履いてみてください。もうそれは終わりの始まりですから、ああいつのとこと関わったあかんわっていうところでね目印になるかなと思いまして、次がカナダグースウールリッチになってきますので、少し着丈が長いタイプになっておりますね。これどうでしょう、僕の今着てるブラウンなんかと相性もしかしたらいいかもしれないんですけどね、着てみないとちょっとわからないので着てみましょう。はい、ということでいかがでしょうか。これはもう海外出張される方ですね、ニューヨークに海外出張行くんですなんて言ったりしたら、まあこれぐらいちょっとニューヨークって寒いですから、マイナス何度っていうのが毎日ないから、まあ、そういう時なんかこれヒュッて着てたり、あとカナダにちょっと出張行くんですわなんていう方はね、これパッて着て、もちろん飛行機はビジネスクラス以上ですよ、ファーストクラスもしくはビジネスなんですけども、だいたいこの格好でエコノミーに座ってる人ってあんまいてないですよね、そういう上級国民の方がまあこれを着ていって、まあ、こういった合わせ毛になってるんじゃないかなと。で僕ね次のウールリッチは似てるんやけども、僕このレビューとかで見ましたけども、少しスーツに合いやすいんじゃないかと。なんでかってちょっとクラシックな雰囲気になってるからスーツと相性いいんじゃないかなと思ったりしてまして、まだ僕スーツと合わせたことないんでね、どんな感じかちょっとわからないんですけども、一旦ちょっと見ていただきましょう。やっぱり普段スーツ着てねこういう動画撮ることないから、やっぱスーツ着るとねあの言葉遣いもきっちりしてきますよね。ふざけた話はあんませんへんし。はい、とまあいかがでしょうか。どうですか、これ結構見たことある雰囲気しちゃいます。こういう感じのサラリーマンの方って結構いらっしゃったりすると思うんですけど、やっぱりコットンの素材入ってるだけでちょっとクラシックさってなんかちょっとパッて見た時感じますよね。これやったら結構紳士的な感じしちゃいます。営業とか言っててもあよろしくお願いしますなんて言っててもそんなやらしさなんやけども、やっぱこのテカテカので来られたらねめちゃくちゃやらしい感じして、ちょっとどうかなと思いますけども、これぐらいやったら全然やらしさもないですし、ちゃんと防寒性もあって、ジャケットも出てませんね。あやっぱ着丈長いから、ね、出てこうへんけども、こういった感じでスタイルになっております。なのでまあ僕個人的に今着てみて、初めてスーツの上に着てみたんですけど、あ良かったなと思うやつはこのやっぱウールリッチで極寒対策、極寒に出張行かれる方とか極寒で働いてる方はこういうジャケットで、次に都会で働いてる方はやっぱりこの水サーダウンですよね。なんでかって言ったら防水やから雨とか降ってきてもジャケットが濡れる心配ない。そしてもう一個都会でも田舎でも行けるっていうのがこのアークテリクスのサーミパーカー、この3つはね、まあ、結構使えるんちゃうかなって思ったりします。まあ値段はそれぞれだいたい10万円ぐらいするんですけども、これ土日も着れて平日も着れて10万円やったら結構良くないですか。でしかもねこれ仕事道具に金かけてるやつでだいたい仕事できるやつなんですよね。仕事できひん人ほどあんまり仕事道具に金かけてないと、ヨレヨレのジャケット着てヨレヨレのダウン着てたらちょっとあの人本気で仕事しないんちゃうかなって思ったりするんだけども、ピシッとした格好してそれ相応のジャケット着てそれ相応のバッグも出たらね、あの人仕事に本気なんやなって分かりますので、そういうところでやっぱりね大人って見てるかなと思いますので、ちょっと冬のダウンジャケットは無理してでもいいんでね、あのちょっと上行くっていうのは一つありかなと思います。夏はもう半袖のシャツなんか安いのでいっぱいありますから、それは某青山とかね某春山とかあると思うんで、そこでそれはもう安いやつでいいんですよ。ただ冬だけはちょっとあの人に見られますので、ちょっとピシッとしてねやっていったらどうかなって、ベルトもつけてない僕が言ってますけど、ベルトも時計もつけてない僕が偉そうに喋ってるんですけどね、まあそういったことで、あ今年ちょっとスーツの時に合うダウンジャケットって何かなと思ってんだけど、あこれと私服と仕事用と併用できるじゃないかっていうところでねお話しさせていただいたっていうのが本日はですね、スーツに似合うダウンジャケットはどれだという動画になっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。